誰かのために自分を犠牲にする、これも人間臭くていいな。悟空、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 孫悟空、父さん、悟空、カカロット、あとは頼んだぞ。まさかこの土壇場でもう一度見ることになるとは思いもしませんでしたよ。待ちくたびれたぞ。見せてもらおうじゃないか、苦手の極意。孫悟空め、何度限界を突破するつもりだ。終了間近で発動とは少々面倒なことになりましたね。一時的なものではなかったのか。あのもの、今度こそ本当に身勝手の極意を習得したかもしれませんね。サイヤ人孫悟空、恐るべし。身勝手きた、極意きたね。悟空のあの姿すっごいかっこいいのね。楽しみだよね。超えた悟空の肉体が再び身勝手の極意を呼び起こした。果たして最後に武舞台に立っているのはジレンか、それとも悟空か。宇宙の命運をかけた力の大会、残り時間はあと